あ、これまでよりも鳥栖のサポーターは多く試合を見ることができるという状況にはなります。前半の45分はアベー F マリノスボールです。2020明治安田生命 J1 リーグ第17節サガン鳥栖対横浜 F マリノス、3バックもあったんですが、今日は改めてもこれまで同様相手関係なく4バックで、そうですね、はい、さあここは抜けてきた、いきなりエリキ、なんとオープニング左足エリキ、まだ1分も経って長いボールが蹴れる状態でのフリーランニング、ちょっとここでファジーなポジション、中間ポジション取ってますけども、ここに対してのこうボールプレッシャーがいけなかったところ、まあ、コントロールが少し後ろになりましたけども、まあ、キーパーの出罠のところでしっかり抑えてシュートを打てたところで、このコントロールがやっぱ全てだと思いますし、ちょっと長いですけれどもしっかりコントロールしてやっぱシュートを打てるところに置いたってところが全てだと思いますし、ちょっとトスから、あとは横浜 F マリノス今シーズン8敗しているんですが、実はそのうち5敗が逆転負けというところで、そこは課題にはなりますが、あとジュニオールサントス、まあ、ここ先ほどのシーンですけども、ここもやっぱこう1人で運べて、前にはスペースがあります、ティーラトン、サイドを変えるエリキ、折り返してジュニオールサントス決まりました、2点目。最後は高岡の足にも当たったかというところですが、まだここティーラトンからだと思いますし、長いボール、まあ、フリーのところで、まあ、サイドバックが上がってきたところ、こうミスマッチができたと思いますし、まあ、ここで、まあ、シュートに対して、まあ、ディフレクションがあったとはいえ、ここでやっぱペナルティーボックス内でこうやってシュート打てるようなシーンを作ったってところがやっぱ素晴らしかったと思いますし、もうここしっかり被せて、エリキ、エリキ戻して、キラー、今のも決まっておかしくないよ、ここで戻ってきた時にボランチのところ、セカンドのところからしっかり入ってきたところ、まあ、前回の清水戦では左のサイド高野躍動していましたが、今日はティーラと林、足で1点返した、まあ、ここでボールを取ったときにこのワンタッチが良かったと思いますよね、攻守の切り替え、そしてここでグッとスピードを上げたことによって相手を置き去りにしましたし、ここでボールを取ったと攻守に切り替え、それでグッと入ったところで、それでニアサイドが空いてるっていうところも冷静に決めましたし、やっぱ林、やっぱ前節は点取れたところでもそうでしょうね、ちょっとこうしっかりまたボールを奪ってという、あ、ただこれはミスになった、マルコスジュニオールも浮いてしまった、ミスを仕留めることと思いますし、まあ、ここプレッシャーかけてこのコントロールが決まっていれば、まあ、彼の今度は原川だ、原川低い速いボール、川松突きしながら、多分こう誰かを狙うというよりかはこうキーパーに触らせない、この1エリキかわして、エリキ戻す、和田、水沼のクロスが速い、クロス、マルコスジュニオール、3点目、流し込んだ見事な崩しは F マリノス、一国籍選手3人揃い踏み、まあ、ここでクロスのところキーパーとディフェンス、もうこの駆け引きですよね、ボールを持って水沼を持った時にキーパーとディフェンスの間に速いボール入ってくるんじゃないかっていうフリーランニング、森下もうまくつこうっていうところは出しましたけども、やっぱこうディフェンスよりしっかり前に出てますし、ここで触ればゴールってところ、木田から水沼、これ水沼に取る、シュートにいった水沼、回しながら内側に入っていって、まあ、このシュート、いやーここ、いや強いですね、そうですね、そしてマルコスジュニオール2人での連携を見せようとしました、これはラインを割って、ここで前半終了の笛です。後半はホームのトスボール、2020明治安田生命 J1 リーグ第17節サガン鳥栖対横浜 F マリノス後半です。ここはちょっと石井から原川、これはいい連携になる、林ボールをよくするが、原川そのまま持っていく、引きつけておいて、ここで森下からこぼれたところ、石井、そして林、押し込めない、原川浮いた、ドリブルのコース取りが非常に良かったと思いますし、ここニアサイドで触ればっていうボールの質も良かったですし、まあ、少しここをひねりながらってシュート、エリキ、マルコスジュニオール、マルコスジュニオールまでの意識出ますし、まあ、少し巻きながらニアサイド狙いましたけども、ちょっとトス奪われ方が悪い、エリキ、フ
パンチ開けば打つよっていうところもそうですけども、やはりこうワールドクラスになるとやっぱこの辺、荻原に引っかかった、浮かせてジュニオールサントス、さあチャンスになりそう、ジュニオールサントススピードを上げて高岡、いやこれチャンスになってきます、ジュニオールサントス、前田とエリキがエリアの中、ジュニオールサントス自ら行った、コーナーキックです、斜めに走ったところでうまく使ったと思いますし、ここ右足で持ちながらエリキをちょっと意識させて、キーパーのところでニアサイドのところ、チアゴマルチンス、そして大木原、ここで試合終了の笛です。 J1 リーグ第17節サガン鳥栖対横浜 F マリノスは1対3、横浜 F マリノスが勝利、そして